どうも、カーボンです。今日はこちら、アンステーブルのからくりについてお話ししようかと思います。それともう一つ、宿主カードと拡張カードというものもあるので、そちらもお話しできればなと思います。ではまず、こちらのからくりについてなんですが、からくりはアーティファクトカードとして、使われます。ただ普通のアーティファクトと違って、こちらにマナコストが書いていません、そして後ろの絵柄もからくりカード専用の絵柄になっています。で、これどうやって使うのかというと、また後でお話ししようかと思うんですけれども、こちらのような、普通のカードを使って、例えばこのカードだと6マナタップで、組み立てするっていう話能力があって、で組み立てをしたら、組み立てからくりのカードが、からくりデッキから出てきて、このからくりの1番2番3番のとこにどっかにくっつきますよっていう使い方をします。まあ、今のところとりあえず、今はそんなイメージなんですけれども、その前にちょっと一つずつ面白いギミックがあるんで、紹介しようかなと思います。まずからくりはですね、こちらの5つの陣営に分かれていて、一つ目が小型装置団、スニーク職員、卑怯な破滅軍団、ゴブリンの爆発屋、後輩研究所、こちらの5つになっています。で、面白いギミックというのが、こちら拡張カードになっていまして、合わせるとこんな風に絵柄が揃います。で、こちら9つ違うカードが1つの陣営にあって、それ全部を組み合わせると1つの絵柄になるっていう面白いゲーム機があります。で、今回本当は私が紹介したかったのがそれなんですけれども、実際に見ていきたいと思います。はい、こちらが1つ目、小型装置団の、拡張アートを合わせたものになります。とてもかっこいいです。こちらは、主にクリーチャーを何らかの形で強化し、同時にアーティファクトにする。その他にアーティファクトを作る。自分のコントロールしているアーティファクトの数に応じて、拡大する効果を持つ。ということが、できるようなカードが揃ってるみたいです。2つ目、こちらはスニーク職員の拡張アートを合わせたものになります。真ん中のアーティファクトがめちゃくちゃかっこいいです。で、こちらは主に、スパイらしさを持つようなアーティファクトが多いらしいです。すごい合わせるとかっこいいですね。はい、3つ目です。こちらは卑怯な破滅軍団の拡張アートを合わせたものになります。このペットがなかなかいい味を出しています。で、こちらは、主に破壊的で卑怯な効果を持ったカードが多いらしいです。私も全部確認してないので、なんかそんな感じらしいです。こちらもとてもかっこいい。はい、4つ目です。こちらはゴブリンの爆発屋の拡張カードを合わせた絵柄です。これもとてもかっこいいです。素晴らしい。そしてこちらの効果は主にゴブリン関係のゴブリンの混沌とした性質を表すっていう位置づけらしいです。ゴブリンっぽいですね。ゴブリンですね、全部。
はい、5つ目、こちらは後輩研究所の拡張アートを合わせた、絵柄になります。こちらもとてもかっこいいです。こちらはですね、陣営のクリーチャーを作るというフレーバーを表すということを、表現しているそうです。で、もともと拡張アートは、拡張アートじゃなくてカラクリは10枚で、作る予定だったらしいんですけど、この巨大な拡張アートを作るために、9枚に変更になったという経緯もあるそうです。はい、拡張カードいかがだったでしょうか。とてもかっこよかったですね。で、私が一番伝えたかったことは、拡張カードを合わせるととてもかっこいいっていうことで、まあこれは実際、本当はおまけみたいなもんなんですけど、実際にカラクリのギミックについてお話ししていこうかと思います。まずこちらはカラクリを説明するために、設置した線上になります。デッキとカラクリ足す用のクリーチャーと、あとカラクリの、起動輪を表すカード、あとはカラクリデッキになります。こちらのカラクリデッキは先ほどの陣営のやつ全部合わせたものになります。で、一応制限があって、同じカードは、1枚までしか入れちゃダメですよっていうルールがあります。まずこのカラクリの起動輪っていうものがあるんですけれど、1,2,3 があって、まず発動カウンターというのが3に置かれた状態で、ゲームが始まります。で、例えばこのクリーチャーが6マナタップでカラクリを組み立てます。で、組み立てるとこのカラクリデッキから1枚上からめくってカラクリを組み立てることができます。で、このカラクリどこに行くのかというと、この発動カウンター、起動輪が 1,2,3 あるうちのどれかにつけることができます。今は1番につけたいと思います。で、このカラクリ自体はアップキープの開始時に、使うことができるんですけれども、実際にそのアップキープの時に発動するところを見せたいと思います。アンタップアップキープでこの発動カウンターを、1つ動かします。3から1に動きました。で、このカラクリが今起動輪の1のところについているので、その段階でこのアーティファクトを発動させることができます。で、この、カードは、無色の XX の構築物アーティファクトクリーチャートークンを1体生成する。 X はあなたのコントロールしているアーティファクトの数に等しい、というものになっています。なので、こちらが発動したのでコンストラクトクリーチャートークンが出てきます。で、今1アーティファクトが1つなので11のクリーチャーになるという感じですね。で、例えばこれが、無限にアンタップできて、マナもいっぱい払えてっていう状況だと、例えば6回起動して1,2,3,4,5,6枚をこの起動輪のところにつけることができます。で、ただ同じ起動輪のところに、置いてあると、次のアップキープの時に、この発動カウンターというのが、発動カウンターを動かさなければ ならないんです。で、その時にこの2番のところについていないと、このカラクリが発動しないので、そこをちょっと
考えながら、使うというものになってます。だいたいカラクリのギミックはこんな感じですね。あとはこちらの各陣営の神話レアも紹介していこうかと思います。まず一つ目が BB 銃です。こちらはクリーチャー一体対象としてターン終了時までそのクリーチャーは2マナ払うと他のクリーチャー一体を対象とする、これはそれと格闘を行うという能力を持つというカラクリです。ゴブリンのやつは安全防区画と言います。こちらは安全防区画を発動させるたびに6個の6面体のサイコロを2つ振ります。でそれはそれらの出目の差と同じ数だけ組み立てを行うというものになってます。こちらの神話レアはペット計画と言います。これを発動させるたびにですね、対戦相手の墓地からクリーチャーカードを1枚対象として、それをあなたのコントロール下で戦場に出す、なかなか強いカードですね。そして最後がこちら、妖精の構想と言います。こちらはあなたが妖精の構想を発動させるたびに飛行と速攻をと、このクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えたときカードを1枚引くと、飛行を持つ青の11のフェアリースパイクリーチャートークンを2体生成する、そしてターンの終了ステップの開始時にそれらを追放するというものですね。なかなか面白いカードです。だいたいカラクリのカードはこんな感じで、使われるみたいです。はい、では次はこちら、宿主カードと拡張カードについてお話ししようかと思います。まずこちらなんですけれども、こちら、宿主カードというものがあります。こちらは1マナ11のバトルフィールド戦場に出た時に6面ダイスを1個振る、あなたはその出目に等しいライフを得るというカードになってます。でこれどうやって使うのかというと、もう一つ拡張カードというものがありまして、拡張カードはこの拡張コストを払うとこれにくっつけることができます。こんな感じですね。でこの時にこの戦場に出た時っていう効果がこう上書きされて、ここの効果がこの能力の発動する条件になってます。条件になります。例えばこれだと。あなたがダメージを与えられた時に6面ダイスを振ってその出目に等しいライフを得る、こんな感じで使うみたいです。これは多分一番平和なやつだと思うんですけど、例えばこんなリスをくっつけてこんな合成獣みたいなことができます。これは、ノントークンクリーチャーエンターザバトルフィールドなんで、ノンクリーチャー、クリーチャー、トークンじゃないクリーチャーが出るたびに、6面ダイスを振って、ライフ回復しますよっていう感じですね。で、もちろんこっちもいろいろあって、例えば、ワニにリスをくっつけたり、馬だったり、
よいしょ。こんな、合成銃みたいなことができます。鳥とかもいますね。はい、めっちゃ変ですね。何なんでしょうねこれ。ちなみにハイドラもいます。ハイドラビーバーみたいな。なんかその他にもこんな恐竜みたいなステゴザウルス、ハイドラステゴザウルスみたいな。なんかそんな面白いカードもあったので紹介しておきます。アンステーブルはだいたいこんな感じのカードが入ってるバッグになってますので、もし興味のある方がいれば買っていただければなと、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあほとんど買う人は基本土地目当てでしょうね。一応なんかちょっと面白かったんで紹介させてもらいました。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。もし面白かったなと思った人はチャンネル登録、そしてまた見ていただければなと思います。それではまた。